おめでとうございます。ありがとうございます。えー、この馬、あの羽田杯以来の騎乗だったんですが、何かこう変わったところとかありましたか？そうですね。あのー、まあ、特段こう大きく変わったっていうところはないんですけど、まあ、すごく良かったのは前半自分のペースで息を入れられたってことがすごく大きいんじゃないかなと思います。ある程度こう主張していくことは考えていらっしゃったんですか？はい、もう逃げることしか考えてなかったです。 それにしましても、あの南関東の厳しい羽田杯、あるいは東京ダービーの中であれだけ頑張っています。ヒ牝馬失礼しました。あの8です。8です。失礼しました。<laughs> びっくりしました。けれども、もはいえー。牝だからあれだけ頑張っているわけですから、改めてまあ、この馬どのような今日道中の意気っぷりとかご覧になってましたか？はい、あのー、まあ、ちょっとテンションはね。開始。馬の時すごく高かったですけど、まあ、競馬行ったら賢い子なので、あのジ、ー、ムのリズム息入れたら。 馬自身もすごく落ち着いてくれましたし、あのー、こっちが向こう。上面でペースを上げたいときに馬もすぐ反応してくれて、あの本、ー、当競馬は乗りやすくていい子です。そして最後はですね。結構あの馬場的には重いと言われています。こうちをつきましたね。この辺りは何か考えていらっしゃったんですか？はい、作戦通りです。1周目では下まあ軽い外目を通してまあ、2周目はちょっとギャンブルですけど、34コーナー打ち、えー、外の差を使って。 ちょっと後続を離せればなと思ったので、はい、あのすごく理想的な競馬ができましたえそれにしましてもまだまだ若いこの馬です、えー、将来性について一言お願いできますか、はいあのー、体はまだ細くて、ね、もともと大きくなってくればさらに楽しみな子ですしまだまだこうテンションが高かったり、あのー、課題も残る馬ですけど、まあ、3歳でこれだけ強い勝ち方してくれて今後の成長がより一層楽しみになりました。はい さ最後にご来場のファンの皆様に一言、ご挨拶お願いします、はい、あの僕自身、地方の g 1はこれが初めてで、まあ、それを佐賀競馬場で達成することができて、ありがとうございます <laughs>、えー、佐賀に来るのは、僕の記憶では多分2回目かなと思うんですけどあの、すごく佐賀競馬場が大好きになりました、ままたた来いいなと思います横山武樹氏にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました